はい、どうも皆さん、こんにちは、カトルです。本日はですね、光子戦場が終わって、次がおそらく、まあ、闇子戦場であろうということなので、闇子戦場に向けてのね、2400万編成の目標編成ということで、今回4つ編成を組んできました。まあ、いつもみたいなね、敷居が低めの編成とかではなくて、まあ、ここまでたどり着けたらいいなっていう風なラインの編成を考えてきたので、次回子戦場準備のね、参考にしてもらえたらと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい。では、早い順に紹介していこうと思います。まず、1個目が、エレシキガルのバレンタインシンダラとボーマンで、両面構えで行ってます。バレンタインシンダラがおそらく理想ではあるんですけど、まあ、武器とかをちょっと強化したり、まあ、両面構えとかにこだわらなければ、まあ、シンダラなしでも全然できると思いますね。で、この編成なんですけど、シンダラを TA 確定させたいんですけど、まあ、両面構えと、あと、このオメガオノの連撃、あと、ミーレソーノを入れることによって、TA 率を 89% まで盛ることができます。シンダラの覚醒連撃と LB で TA を一つ持っているので、そこで 10%。で、基礎 TA が、まあ、1% 以上はあると思うので、まあ、これで TA 確定になりますね。一応理想はボーマンの2回目の SA で倒せると、まあ、これが理想的ではあるので、まあ、武器とかもう少し強くしてね、調整すると、まあ、本当に速度にこだわる人はそこまで調整してもいいと思います。はい。で、2個目の編成が、同じくエレシキガルの攻撃のみで、今回はね、このアガゼとかを使わない、キャラを3人で倒す編成になりますね。で、このぐらいの、その敷居を下げた、無課金武器を入れた編成でも、両面考えで討伐ができるので、まあ、キャラさえ持ってればっていう風なところですね。まあ、なので、両面考えで肉集めするっていう風なところに関しては、まあ、このぐらいが、膨大になると思います。はい。で、次が、エレシキガルを持ってない人用の編成になりますね。トリプルゼロ召喚のみになります。まあ、一番重要なのが、週末誘惑にして、アゴナイズ、特殊タイプのビスマルクを2本用意する。まあ、これができれば、まあ、結構ね、その、敷居休めでできるんで、エレシキガル持ってない人は、まあ、こういった編成を目指すといいと思いますね。はい。で、最後に紹介するのが、両面王竜のシス単奥義編成です。まあ、これもエレシキガラも持ってない、トリプルゼロも持ってない人用の編成になるんですが、まあ、これもね、結構なんか、速度的にはかなり速い、組み込んでいけるので、おすすめですね。ポイントとしては、バイトの敵対心ダウン LB を2つ振ると、シスへの被弾率がすごい上がるんですよ。シスの攻撃を避けた時のアビダメ反撃も含めて倒すっていう風な感じにすると、バイトがね、SA とかでも倒せるんで、そんな感じでシスの150レベルの回避反撃アビダムも含めて倒すような感じにするとかなり敷居が下げられるので、トリートステッキを入れた無課金武器を中心とした編成でもできると思うんで、まあ、エレシキガルとかトリゼロがないっていう人に関しては、まあ、こういった編成を目指すといいと思います。はい、以上4編成紹介してきました。編成紹介は以上となります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回はね、肉集め編成の理想編成っていう風なところで4つお伝えしてきたんですが、まあ、今後ね、マグナ3とかが実装されて環境が変わるっていうことがもう分かりきっているので、まあ、そういったところの更新が来たらね、まあ、最新マグナ編成とかっていう風なところも含めて、闇属性の準備編成とかも動画にしていこうと思うんで、まあ、よかったらチャンネル登録と高評価の方を、よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画はこんな感じで終わりにしていこうと思います。次の動画でお会いしましょう。